宇都宮秀夫は、日本の政治家、元建設大臣、自由民主党衆議院議員、関東州大連市に生まれる。東京、小石川の私立豊山中学校を経て、中央大学法学部に入学。1944年、大学在学中に学徒出陣となり、海軍の特攻隊に配属される。副院後、住宅営団勤務を経て、衆議院議員った父。 宇都宮杉地の秘書となる。1967年1月、健康不安のため引退を決意した父、康吉の後継者として、旧宮城2区から自民党公認で衆院選に立候補し、初当選。以降連続当選9回。自民党では当初、船田派に所属。1979年の第35回衆議院議員総選挙の後、田中派に移り、 党派幹部、田村元の側近となる。文部政務次官、建設政務次官、衆議院農林委員長、議員運営委員長などを歴任し、属議員としては建設族として鳴らした。一方で、自民党経理部長が回ってきた時には、派閥領収の田中角栄に対して金感情が増えてであるとして、これを断ったエピソードがある。1982年11月、 第一次、中村で内閣の建設大臣として初入閣。間をおかずして、田中にロッキード裁判の一審で有罪判決が下り、その直後に、長賃行列なんかする暇があるなら賃上げする。必要なんてないだろう。野党は、ソ連の言うなりになっているだけではないか。と発言。野党やマスコミの批判を受けて、心情的に、 提灯行列は頷けないという趣旨だったと弁解した。建設大臣としては、地元宮城県の三陸縦貫自動車道、石巻工業港建設整備に取り組んだ。田中派分裂では、田村と共に竹下派に参加する。1988年5月には、日中戦争をめぐる発言で更迭された奥野誠介の公認の国土庁長官に就任した。 1992年の竹下派分裂後は、小渕派に所属。同年、君一等局実大受賞を受賞。1993年、第40回衆議院議員総選挙には立候補せず、政界から引退。政界引退後は、中央大学理事長も務めた。2005年8月21日、胸膜症のため、甲府市内の病院で死去。83歳坊津。 中央大学総安倍三郎中央大学理事長が葬儀委員長を務めた。政治家時代には石巻専修大学の開学に尽力。子供は娘が一人で英子がいる。英子は宝塚音楽学校出身の元女優。英子の夫は俳優堀裕二の三男で内海家の養子になった俳優の堀光明。孫に俊弘がいる。 ありがとうございます。